こんにちは、素直サイズ、なおです。今回は、毎週靴下一足編むっていう私の今年の目標の4週目、ウィーク4ですね。こちら一足完成しました。使った糸はオパールケイトのメリークリスマスっていう糸で、KFS268 と、深緑を単色で合わせています。9933ですね。これは母に頼まれている糸玉から編んだものです。メリークリスマスの毛糸を譲ってくださったお友達ありがとうございます。とてもね、可愛くて母も喜んでいました。で、まだもう一足ね、編めそうなので、かかとやつま先の色を変えてね、もう一足分楽しもうと思っていますが、続けては編まないので、また何個か編んだ後にね、楽しみたいと思います。これは、こっちを糸玉の中側から編んでみて、で、こっちの足は糸玉の外側から編んでみたんですけど、足首のところがね、柄がちょっとだけ似たような模様のところがちょうどね、あ、こっちもかな。ブルーの柄のところがね、ちょうど同じような位置に来ました。たまたまなんですけど、わあ、すごいと思って。こんな風にね、部分的に柄が合うこともあるので、とても楽しめました。こちらが毎週靴下ですね。そして、もう一つ完成したのが、こちらですね。腹巻き帽子も完成して、水通しも終わりました。ゴム編み部分がね、結構ギューってなってたと思うんですけど、普通にこう、ポンポンって、ぴょんぴょんって広げて、ただ平たく干しただけで、このぐらい伸びています。こっちの糸はちょっとねつぼまってるかなと思うんですけど、こんな感じで編めました。3週間4週間かな、1月1日ぐらいから編み始めてると思うので、1ヶ月でだいたいね1つ編めたかなと思います。使った糸はこっちのねくすみカラーの方が、秋のささやき11253で、単色のパープル3072を合わせていて、グリーンの方はシャーフパーテ14の11193で、オリーブグリーン5184を合わせています。こんな感じでね、完成品が増えてきました。あと、ちょっとね、ご紹介しちゃおうかなって思ったのがですね、ちょっと開けて、ハンドウォーマーとかをちょっと見てみたいって言ってくださった方がいたので、ちょっとね、簡単に紹介していこうかなと思います。この間はね、このセーターだと思ってたかなと思って、これだけをちらっとお見せしたんですけど、これはビューティーシリーズの山の王ですよね。こんな感じで、親指開きのハンドウォーマーですね。こちらをご紹介もしたんですけど、
あとはこれね、最近ずっとちょっとつけてるんだけど、お茶目な友達シリーズ2の方かな。の、これはリストウォーマーですかね。こんな感じで、のぐらいの長さで、親指穴はないので、手首にくっつけておく。で、寒い時はちょっとこう伸ばして使うみたいにしています。で、同じくリストウォーマーですね。これもお茶目な友達シリーズの何だったかな。ちょっと忘れちゃったんですけど。ここだけ色をね、別のをちょっと足したのかな。足りなくなっちゃって。こんな風に。これは、色合わせをして、ここが足りなくなっちゃったから、他の糸から借りてきたんだと思います。こういうリストウォーマーと、これもだいぶもう何年も前に編んだゼブラとチャコールのリストウォーマーですね。こんな感じのね、ちょっとかっこいい感じのも編んだことがあります。これがリストウォーマーで、あとね、モグラグラブかな。フェアリーテイルシリーズ。これもなんか、なんとなく柄合わせしようかなと思って、ここにね、キャメルかなんかを入れて、カメレオンカメラのミルクティーっていう色かな。こんな感じのね、これでも私の編み方はちょっと、このゴム編み止めとかが良くないのかな。なんか結構つけてるとビヨーンって広がっちゃって。一回つけるとね、結構ビヨンビヨンに伸びちゃうんで、もうちょっと目数を減らしてもいいのかな。なんかね、この辺がすごく広がっちゃうな。どうしたら綺麗にずっとつけれるのかなって思うんですけど、ちょっと付け外しとか手首の方にね、こうやってやるともうここが広がっちゃうので、ちょっとね、2目ゴム編みのタイプはお外では使わないことが多いです。お家用ですかね。で、これはチャコールをちょっと入れて、柄の高さをちょっと合わせたのかなっていう感じです。あと、ちょっと長めのハンドウォーマーかな。これは腹巻き帽子の、2色目、2玉目を迷った時にお見せしたと思うんですけど、アドベンチャーシリーズと、このね、これは多分、ワインレッドラメだと思います。のところから、ちょっと似たようになるような赤を引っ張ってきて、くっつけてるんですけど、これもね、親指焼きのハンドウォーマー。これも気に入っています。あと、ちょっとね、これが、ジャズシリーズかな。ちょっとね、帯を、オパール毛糸の帯は、ノートに挟んでね、取ってあるんだけど、そのノートがちょっと、お引越しでどこかにしまわれてるので、ちょっとね、調べてないんですけど、これも、ちょっとね、ジャズじゃなかったらすいません。こんな感じの長めの、結構長めのサイズもあったかいなと思って、こういうのも編みました。こちらもね、オパール系統のシュガートッピングだと思うんですけど、間違ってたらごめんなさい。これもすごくね、かわいい。どんな糸ですかって聞かれることが多いかなと思いますが、
お楽しみハッピーバッグ、何年か前のハッピーバッグに入ってて、2000人か3000人の時の記念で自分にお祝いとして限定のね、限定っていうか、ネットショップでは買えない糸玉で自分に編んであげたハンドウォーマーです。そして、どんどんいっちゃうんですね。これもね、この間こちらと一緒に出てきたけど、アームカバーみたいな感じかな。グオーマーにもなると思うんだけど、アームカバーとして編んだような気がします。スイートキスですよね。で、どの色が合うかなーっていうので、このね、上下、ゴム編みを別々の色にしてみたっていうアームカバーです。こういうのも編んで、います。自分用にね、楽しんで編んでいます。あとは、これかな。本当にアームカバーです。肘の上まで来るやつを、ちょっとね、編んでいます。なかなかお披露目とつける時がないんですけど、今年もね、秋が短かったからつけずに、冬が来ちゃったんですけど、ちょっとね、ベストを着た時とかに、こんな長さのアームカバーがあってもいいかなと思って編みました。ちょっと活躍の場がなかったんだけど、こんなのも編んでいます。これゼブラとチャコール。こんな、これみたいに。ね、チャコールを何段か編んで、ちょっと黒がね、多めになるようなゼブラ柄を、ちょっと編んでみました。こんなのを、自分用に編みました。なかなかね、こんなにあるのにね、同じのばっかりつけちゃってるんだけど、これから、ちょこちょこといろいろつけていこうかなと思います。前ね、つけなくなっちゃった理由をお話ししたんですけど、せっかくね、かわいいのがあるので、またね、画面を彩ってもらおうかなと思います。ということで、ハンドウォーマーとアームカバー、リストウォーマーのご紹介をさせていただきました。で、ちょっと気になってることがあって、解決しないかもしれないんですけど、一回ね、裏側のラップが緩んじゃうんですけど、きつく編めばいいんですかっていうご質問をね、コメントでいただいていて、裏側のラップが緩んじゃうっていうのは、この時のことですよねって思っているんですけど、ちょっと私の文章の読解力がないから、文章でお返しできなかった。んですけど、こういうことなのかなと思ってずっと気になってて、ここの時ね、こう今裏の操作をして表に返した時に、次の目を編むまではね、まだこうふにゃんふにゃんしてるんだけど、ちょっと引き気味にきつく編むっていうよりも、ラップの目はこのことだから、ここはピッと引っ張って、編むっ
っていうのは普通に編むでいいと思います。きつく編むとかじゃないかなって思っているんですけど、それだと解決じゃないのかなって思って、でも他に裏側のラップが緩むっていうことがどういうことなのかちょっとね私が理解できなかったので、ここでね今やってるんですけど、表側のラップはこうしてこうして戻して、ひっくり返したりするときはどうしてもふにゃっと緩んじゃうんですけど、次の目を編むときにここがね、これここで操作でこうピッと締まるか緩んだまんまかっていうことだと思うので、次の編み始めの目を編むまではちょっとピッと引っ張った状態でいいのかなと思います。で、編むときはきつくっていう感じでは編んでないかなと思います。きつく編んじゃうとね、かかとの部分だけ目が小さくなって、私がたまにやっちゃうんですけど、編み目がきつく、小さくなっちゃうみたいな時があって、これはちょっと違うなって思うんですよね。なので、裏側のラップっていうのはこうして向こう側に針をね、糸をやって戻して、で編み地を返すっていう時は緩んじゃうのは仕方がないので、9か、ここの部分では次に編む時はピッとここの糸をねピッと引っ張っておくと、ラップの目がピンって張られると思いますが、編む方はきつく編むわけではないかなって思います。どうでしょうか。本当ね、お答えがすぐできなかったので、もうねご視聴にならないかもしれないんですけど、もしも見てくださっていたら、こういうことなのかそうじゃないよってなってるかはちょっと分かりかねますが、こういうことなのかなと思ってお返事させていただきました。2、4、6、8、次で最後のラップですね。と移してこうしてひっくり返して、でこの時は緩んじゃうのはしょうがないから、編むまではこっちの糸玉の方の糸をちょっとピッと引っ張っておくといいのかなと思います。編むことはそんなにきつく編むっていうのではないと、ちょっと何回も同じこと言ってますよねと思いました。どうでしょうか。ということで、これは先週編み始めた靴下なんですけどね、トップダウンのセーターベストを始めちゃったので、少しね編みが遅くなってたりとか、ちょっとこの部分をお話ししたかったので、少しタイミングが合う時までお休みしたりとかしてたのでちょっとでもこれも片方目で、片方は編み上がってて、左が編み上がってて今右を編んでるみたいな感覚なんですけど、こんな感じです。はい、ではね、これ
そのまま進めて、5周目の靴下、多分完成できると思います。じゃあまた、靴下編みも続けていきたいし、腹巻き帽子も編みたいし、トップダウンのベストも編んでいきます。よかったら、興味のあるものがあったら見に来てください。今日はここまで。はい。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。